基礎の内容を基盤にした選択実習、あ、選択実習、必履修科目の提案ということで、尾身さん、なるべく、首筋をお願いします。神奈川県立向井農家工業高校定時制総合学科の尾身と申します。入り口のところでですね、来月号の理科教室、私が書いた原稿と、あとそれからもう全日校で、これも全日校の実践だったんですけど、あとは神奈川新聞の天才新聞というコーナーで、全日校の実践の紹介をしていただいたということで、お配らせていただきました。なお理科教室の原稿の方にですね、高校で地学をこう学ぶ意義というのを強調して書いたつもりですので、地学を学ぶと、こんなに実は役に立つんだよというところをですね、本当はひしひしと語りたいんですが、今日は、こちらの、次期学習指導要領に向けた、話をしていきたいと思います。はい。で、こちらの話なんですけども、JPGU の2014年、パブリックセッションの中で、行われたセッションの、そこで発表した内容にちょっと進展があったかなというような、内容ですので、詳しくはですね、こちらの、この名前で検索していただけたら、ホームページにたどり着くと思いますので、そちらで詳しく見ていただけたらと思います。で、こちらなんですけども、現行の学習指導要領になってから、3年経つということで、地学基礎という科目が、できました。で、地学基礎というのは、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎の中から、この4つの中から3つ以上取るか、科学と人間生活という科目と、それから物化政治の基礎から1つというような、形になりました。で、単位数の方もですね、3単位、地学1っていうのが3単位だったのに対して、2単位になったということなんです。その結果ですね、学ぶ生徒が大幅に増えまして、今、4人に1人ぐらいは、取るようになった、全学習指導要領も地学1と比べて、3倍ぐらい増えているということなんですけども、ただこれもですね、都道府県によって差がすごくあります。神奈川県においては、科学と人間生活を置くどころか物化生必修、もう本当に物理できない子たちが集まっている学校でもいやいやさせているというのが、現状っていうのもよく聞きます。はい。それでですね、もしこのままこの、物化生地の基礎から、3科目必修ということが続いたとして、この地学基礎をベースに、さらに次の学習指導要領で、の内容を考えていこうというのが、この私たち A 案の、趣旨になります。で、さらにですね、その地球惑星科学リテラシーをより身につけられるよう、そういった内容にしていこうという趣旨です。ちょっとこちら飛ばしますけども、では現行の地学基礎3単位から2単位になりましたけども、パッと見ていただいて、もう本当に内容が、もう宇宙から、惑星科学、それから固体地球、地球物理、地質、気象という、もうあらゆる分野を含んでます。それからですね、この地学基礎になって新たに加わったのが地球の環境ということで、これからのですね、気候変動であるとか、あと防災とか、そういった内容もですね、含まれるようになったというところは、大きいんですけども、先ほど言ったように、学習項目は、減っております。だけども授業時間は、3分の2減っております。じゃあ何が減ったのかというとですね、原理や仕組みを、学ぶ内容というのが減っております。それ具体はちょっとこの後お示ししたいと思うんですけども、それとともにですね、実験実習も減っているんですね。で、項目の暗記になる傾向がこれでも あるにもかかわらずですね、この4科目の中から3科目ということで、地学を専門としない教員も、多数、授業を担当することになって、そのための副教材、教師用資料というのが、非常に増えてきている中で、その見てみるとですね、
アナメワークシートが非常に増えているんですね。これは地学基礎に限らず、文科生同じということで、この項目の安定になる傾向というのが、非常に今回の改定で、強くなったのかなって、思っております。また私も自己紹介で総合学科と申し上げましたけれども、実は総合学科の教員とかっていうのは非常に科目数多く担当させられて、こういう、ものに、頼りがちになってしまうっていうことで、ちょっとその本当は総合学科っていうのはいろんな科目を用意して興味関心を高めると言いながらも、こちらのもう知識の詰め込みになりがちになっていて、生徒たちもかわいそうだなというところを、日々感じております。それからですね、個人的な考えとしてはやっぱり学力っていうのは、知識だけではなくて、それにですね興味や思考や体験というものがあって、それの掛け算で、深まるものだと思っております。またですね、今の学習指導要領、言語活動の充実とかですね、体験活動、それから理数教育の充実と言ってるんですけども、それをちょっとやれるようにサポートしてほしいなと思います。逆行しているような、現場にいると逆行しているような気もいたします。それからですね、観点別評価っていうのをご存知でしょうか。中学校の方は早くから導入しておりまして、高校でも導入したのでいいんですけども、神奈川県においては、全国で、一番最初に始めたんですけども、その今までの感覚だと、その知識界テストでほとんど成績をつけるのに対して、実験の技能表現、これは9課程の観点別ですけども、それから思考反応、あと関心力対応、要はノートちゃんと取ってるかとかですね、授業態度どうかとかですね、そういった部分とかを見たりする、本当はその趣旨とは違うようなことを言ってはいるんですけども、現場の教員が1クラス40人一気に見るにあたって、やっぱりノートチェックとかじゃないとこれできないんですよね。その結果、受け身の生徒の学生が増えてるんじゃないのかなという気がいたしますけども、で、現行の学習指導要領になるにあたって、その表現活動の充実、言語活動の充実ということで、その思考と判断と合わせて言語活動を充実させるんだという趣旨で、実験の技能から、切り離されてきているということなんです。でも先ほど申し上げたように、本当に穴埋めプリントとかが流行していく中で、実験とかが少なくなって、本当に思考する時間、実験をする時間というのも非常に減っているというのが、現状です。それでですね、こちら東京書籍の、地学基礎の教科書なんですけども、こちらはですね、構成の進化についてのページなんですけども、なんとですね、すごいのが、これ太陽が、主系列星で、この後巨星になって、最後ですね、白色矮星として終わりますよ、これだけなんですね。で、うちは星間雲から、太陽になる過程も、実はやることはやるんですけども、それで終わってしまう。でさらに、今の、現行の学習指導要領の、特徴なんですけども、ちょっとこちら見づらいんですが、ここに発展と書いてあります。で発展というのは、その学習指導要領の内容を、超えて担当やってもいいよと、書いてあれば教科書に載せてもいいということなんですけども、この東京書籍の場合はここで初めてその構成の進化の、構成の一生、構成のサイクルですねを扱っております。実は HR 図がないということなんですね。それからこちら、これは地球の構造なんですけども、これ地球の中身こうなってますよと書いてあって、地殻こんなところ、マントルこんなところ、核こんなところ、これだけなんです。で今まで使っていた相似曲線というのも、実はここにあるように発展っていう形で、一応ご覧できるんですね、
っているということで、本当に仕組みというものが、なくなってしまっているというような状況、はい、その一方でですね、すごいのがプルーム乗るようになったんですね、はい、というような、そんなところもあります。まあ、言えることなんですけども、まあ、その、理科、3科目必修ということで、まあ、できれば4科目になってほしいと思いますけども、サイエンス方法応用の精神に基づいて、でさらに多くの分野を、地学の方も多くの分野を、網羅しているということで、まあ、でいいんですけども、まあ、内容は深くないということですね。また、まあ、4科目すべての科目の履修率が上昇したことで、まあ、高校生のバランスの良い科学的リテラシー向上に、まあ、寄与したのではないかということです。でまたですね、高校には、地学を専門でない教員、また、その逆もあり得るんですけども、そういった、教員たちが、持つには、まあ、妥当な科目内容なのかなというような、ことが言えます。で昨日中島先生がおっしゃってたように、本当に地学が開講する学校が増えた中で、地学を、専門とする教員を採用しない傾向は全国的に、まあ、続いているという状況です。ではですね、これ、私たちが提案する、新しい選択質履修科目地学基礎の提案ということ、まあ、これは先ほど紹介した冊子の表参というところにあたるものなんですけども、コンセプトというのをちょっと一つ例にして、述べさせてもらいますけども、実はですね、教科書っていうのは教調国っていうのがあるんですけど、実はじゃなくてあるんですけども、その中で、例えばその火星岩において、火星岩そのものは教調国ですけども、新生岩、火山岩、花崗岩、玄武岩、まあ、強調国として残そうと。でそれ以外はの、火星岩は強調国から外してもいいんじゃないか、まあ、こんな議論とかをやっています。要は岩石の名前より、その特徴からですね、土地、まあ、資源とか防災とかを含んだりとかして、まあ、その特徴を理解し、まあ、活用する方が、大事なんだろう、まあ、こういうコンセプトで、新しい地学基礎の提案をしたいということです。で、まあ、やっぱり課題として、まあ、ちょっとこれ個人的な考え、まあまあ、多分他のワーキンググループの人も思っていると思うんですけども、やっぱり担当教員というのがすごいネックなんでしょうねと、思います。やっぱり地学を専門とする教員を、まあ、増やしてほしい。特にぜひここにいらっしゃる大学の先生方、地学の教員を現場に送ってもらいたいと思うんです。実は私自身は生物の採用でして、で実は高校でも生物学んでないんですけども、まあ、それでも採用してもらいました。今神奈川県においては、昨年実施までの、理科の採用試験4割で合格です。一次試験、今年はちょっと十何人の募集だったからちょっと高かったんですけども、まあ、それくらいに受かってしまうということなので、ぜひですね、自分のが受験した科目で、大学を受験した科目で、ぜひですね、高校現場に受験してくれて、それでその自分の科目以外にやりますよというスタンスで、さらに教育に貢献いたしますよと、まあ、そういうようなことを言っていただけたら多分受かると思うんですね、はい。それからですね、まあ、その地学基礎がこれからでき、新しい地学基礎ができたとしても、まあ、こうやって内容がですね、ちょっとまた踏み込んでしまいますので、アンティカルではなくなってしまうので、まあ、その専門としない教員たちからも、納得する内容、また大学の先生方からも昨日ちょっと、ね、まあ、高校で地学だという話をいただいたので、まあ、そういった先生方にも納得していただけるような内容になっていかなくてはいけないのかなと、まあ、思っているところです。はい、で、あと何分ぐらい？いや、もうできるかで、まあじゃあですね、一応どこまで話そうかなと思っているところなんですけども、
まあ、この表をあの後で見ていただけたらいいんですけども、必ず学ばせたい概念というものと、さらにですね、やっぱりただ知識だけを止めたいので、扱う実験、実習例、さらにですね、強調目標というのを、まあ、最低限これだけにしてくださいというようなことを、まあ、明記した表を今作成した段階だということです。はい、詳しくは、ホームページに、このようなですね、表が載っておりますので、そちらを見ていただけたらと思います。はい、じゃあ以上です。はい、どうもありがとうございました。っていうか、あ、ごめんなさい、僕言ったらそれじゃなくて、その用語の、用語のほら、自学教育学科。あ、あれは、あれはそこまでだった。あ、ですね。あ、わかった。はい。どうでしょう。あ、じゃあ、中川。はい。用語で、ね、ものすごく重要なことだと思います。これで、コンセプト的にテクニカルタイムをできるだけ使うとした方がいいという思想は私も評価します。その時に、さっきのちょっと例示として、ダンスギターの一つをもう一回見せていただきます。で、これ書き方を慎重にちょっと言っていただきたいんですけど、あの、どこでもいいですよ。あ、でも、ガラスリングが一番分かりやすいかなと思って。いや、そうじゃなくて、先生が見した。もうちょっと前。そうですね、協調グッズとして、JPGU として、ある提言を出したとします。そうすると、それが文科省サイドの役員の目に留まった場合、JPG の目に留まると、それを指導要領に反映させたいという気持ちがありますか？ある団体がものすごく危険なことをやっていて、一種の歯止め規定なんですね、これ。で、これは教科書会社に伝えるべき話であって、これをお役人の方に伝えてしまうと、ですね、中学校の今の教科書は、家政団に関しては、今3つ全部扱えるかな、動画の専門家それの歯止め規定があったんです。で、これに対しての猛反発があって、ちゃんと普通に3つで取りました。で、これはどう見ても歯止め規定的に読まれてしまうので、表に出すときには、ちょっと工夫をしていただきたいというのが一つと、あとこれは、この議論を、これを教育を整理している人数が何人いらっしゃるか分かりませんけど、これものすごく重要なので、学校の先生、あとは大学の先生含めて、相当埋める必要があると思います。ものすごく影響力が多い話になっているので、それはちょっと聞いてください。はい、ありがとうございます。はい、どうもです。どこで行こうかと思ったんですが、後で話しますかということで言います。野外実習がちょっと入ってるんですけど、やっぱり野外実習は、もちろんやりたいのは当然なんですけど、当然非常に危険が伴うということで、これはまあどっかの組織でやるべきだと思うんですけど、これきちんとした保険をね、やっぱり作ってもらう保険会社に、要するに教員が裁判に出なくていいように、例えば交通事故を起こした時にいつもいいんですけど、最初は貸し箱持って謝りに行くけど、あとはみんな保険屋がやってくれると、基本的にはそういうシステムを作らないと誰も野外実習がやらない。これは修学旅行って言えることなんですけど、で、まあ、大学の先生によくですね、高校の先生、中学校の先生大変ですねって言われるんですけど、なぜ大変かっていうと、すいません、僕の話で申し訳ないけど、高校、中学の教員っていうのはね、警察も消防もしないといけないんですよ。で、その感覚っていうのは、僕は今は大学でも教えてるんですけど、大学の先生って決してわからない。要するにその警察消防の仕事の大変さっていうのを、まあ、川辺さんもおられるので、これはもう基本的には、ね、こんなことはもう全部保険に任せる。要するにもう自分の安全とか自分の教育現場における安全というのはお金で買って僕はいいと思うので、ぜひですね、ちょっとそういうふうな全部中高の教員が全ての仕事をかぶるというところから発想転換をぜひお願いしたいし、できればそういう叱るべき組織か、そういう提案をしてほしい。それもあれですね、ちょっと JPGU としても考えなくちゃいけないあれかわからないですね。はい、いいですか。はい、もうちょっと言いたいことをさっき言われて、川口さんが言われたんですが、特に協調語句ということで、現部側が上がってるんですが、
あの日本でのゲーム化のループってものすごい少ないんですよね。実は日本はアザガンループ自体で、昔あの中学校が岩石、前の学習指導要領、ゆとりの学習指導要領で、岩石2種類扱うことという指摘したときに、加工岩石はアザガンを基本的には扱うということになってたので、まあ、それを思うと、玄武岩とするよりも身近な安山岩とした方がより現実的なんじゃないのかなと気がするんですけど、あ、こちらの話はですね、あの陸の近くとあの海の近くの岩石だけ、まあ、岩石を扱うということで、花崗岩玄武岩って一般的に、大陸は花崗岩石で海が玄武岩石と言いますけど、現実には安山岩石なんですね。大陸近くを構成している岩石をしているということは、岩石が3はみんなに使います、プロは。教科書的には花崗岩って言うけど、現実は安山岩なんだということがありますので、やっぱですね、いろんな方とやっぱちょっと慎重慎重な議論が、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、本日はどうもありがとうございます。続きまして、地球人として必要な栄養を基盤にした総合的な理科の提案ということで、上村さん、よろしくお願いします。東京にあります、あの私立の海上中学高等学校で、あの理科を主に中学の教員しております上村と申します。先ほど宮島先生の方からあのご発表とまとめがありました、あの3つの ABC の案の中で、まあ、B 案について、お話をしたいと思います。ちょっとあの私は代表であのお話をするという形になっています。それで、まああのまあ、物価政治全ての分野を、まあ、バランスよく、ま、あの学ぶという意味では、まあ、現在3科目が必修ということで、まあ、選択、まあ、性が取られていますで、どういうふうな選択をするかということはあの学校に任されています。なので、まあ、そういうふうな選択ではなくて、まあ、4科目をバランスよく、学ぶ、まあ、総合科目、必修の総合科目っていうものを、考えて、まあ、それで、全ての生徒が、そういうふうな総合科目を必修で取るというような発想で、お話をあの提案は、やっております。で、総合科目を考えるにあたって、まあ、2つの考え方があって、1つは、まあ、あの従来これまでもあったような、まあ、4領域の高校で身につけるサイエンスリテラシーを学ぶリテラシー型の総合科目ということで、まあ、これまで、宮島先生の話にもありましたけれども、休暇での例えば理科総合 AD であるとか理科基礎であるとか、まあ、そういうような科目のようなものであるとか、あと過去に我々でも提案している教養理科のようなものが考えられます。でもう一つは、ある目的に沿った形で、4領域の知識を再構築して、まあ、問題解決能力などを高める、まあ、21世紀型能力、先ほどキーコンピテンシーということが出ていましたが、こういうものを考える、まあ、総合科目と、この2つが、考えられます。で今回 の, その B 案というのは、まあ、2つ目の、21世紀型能力というものに、関わるものだということになります。で、21世紀型能力とかキーコンピテンシーとかっていう言葉が出てきますけれども、あの、まあ、こういうようなことが、まあ、大体調べると書いてあるわけです。で、まあ、中心にあるのは個人が深く考え行動することの必要性ということで、まあ、リテラシーだけではなくて、まあ、単なる知識ではなくて、まあ、それらを元に新たな問題に対して的確に判断し変化に対応する力、あと経験から学ぶ力、批判的な立場で考え行動する力を重視するような考え方ということで、まあ、今まで知識をたくさんこう学んで、まあ、理解をするというようなことだけではなくて、まあ、その知識を活用しながら、何か問題を解決したり、行動していくような力を、まあ、つけられるようなそういう、科目にしたいというようなことです。でこの B 案の目的なんですけど、学習指導要領の総則に、
まあ、解説のところの絵にあるんですけれども、自然の事物現象を探求する活動を通して地球の環境であるとか生態系のバランス、自然と人間の関わり、自然環境の保全、科学的に探求する能力、自然観の育成を鑑みて、まあ、これに基づいて、今回の B 案というのは、目的として地球環境を科学的に理解し、持続可能な開発を目指すための問題解決に取り組む姿勢と態度を育成できるような、そういう内容を作っていきたいというふうに、いたしました。で、実際にその、学習内容の、まあ、選定と、音符表を今作成しているところで、まあ、なかなかまだ、十分な議論ができていないところもあるんですけれども、まあ、一応4単位、まあ、もしくは6というパターンもあるかもしれませんが、4単位を想定して、まあ、1科目型の、高等学校の必修総合理科を、まあ、作りましょうということ で先ほど述べた、21世紀型の能力を高められる学習内容にしましょう。で、目的に、まあ、そういう形で物理学、生物学の4領域の知識や考え方、あと関連性を、まあ、精査しまして、学習内容を選んでいます。で、全ての領域で、まあ、この全ての領域で探究活動を行う。で、最後に、まあ、自然の造成、課題研究というものをもってして、まあ、こういうものを収束していくような、形で、考えております。で、一応ちょっと不可能で申し訳ないんですが、どういうふうな内容になっているかという項目表を紹介するんですが、このあたりはちょっとこの書くて、なかなかご覧にならないと思いますので、先ほど森さんの A 案の発表にもあったような形で、ホームページにありますので、そちらの方を詳細は見ていただければなと思います。で、一応どういうような構成になっているかということをご説明いたします。まず一番最初は、科学と自然生活ということで、まあ、この、 科目で学ぶことということと、あと天文は詳しいことはあまり出てこないで、まあ、なぜ、今の地球が宇宙誕生から今地球ができるまでにどういうような歴史を経てきているのかということを一番最初に学んでもらい、で、第1章では、まあ、主に物理分野になりますけれども、まあ、運動とエネルギーということを主題にして、このようなことを学んでいた。で、第2章は、まあ、主に科学分野になっています。物質の構成と変化。で、第3章は、生物分野になっていまして、生命の仕組みと進化ということで、まあ、遺伝と生命の維持というところと、まあ、生態系や生物史というような内容を組み込んでいます。で、どうしても違う分野の、方が集まっているので、ここだけやたら詳しくなっているんですが、まあ、これからちょっと、ここばっかしではなくて、他のところも、もう少し精査はしていかなきゃいけないなという状況です。まあ、違う分野に関しては、まあ、固体地球と、大気海洋を、まあ、主軸に考えています。なのでこの天文の分野は入ってないという形になります。で、ちょっと4科目を並列しているので単に4科目並べただけかというふうに見えるかもしれませんが、まあ、そういうことではなくて、それぞれの科目 その関連性をきちんと学んだ上で、で、最後にその第5章として、まあ、自然との共生ということで、まあ、地球環境問題とか、まあ、自然災害とか、あと科学と技術との関係であるとか、まあ、こういうものを考えられるような、力をつけて、で、これを実際に授業の中でも考えていくというような、構成になっています。まあ、まとめますと、こういうような形で、まあ、第1章、第2章、第3章、第4章の内容で、それぞれ深めたことを第5章で、まあ、考えていく。今ちょうど原発の再稼働の問題が出てますけれども、まあ、そういうことを、まあ、例えばどんなリスクがあるのかとか、まあ、どういうふうにそれを評価していけばいいのかとか、どう対策していけばいいのかというようなことを、まあ、考える力をつけさせるような、そういう、まあ、内容を考えております。ということで、21世紀型の、能力を目的とした、まあ、1科目型の必修総合理科を、ビアの方では、まあ、検討しておりますということで、まあ、課題としては、まあ、次の学習指導要領の改定であるとか、まあ、現行の学習指導要領の問題などに、まあ、注視して、まあ、それらの課題に対応していく。で、まだ議論も十分できていない部分もありますので、まあ、そういうところをより精査していく。あとは、まあ、先ほどから問題になっていますが、現場の教員が高校を教えることでかなり、まあ、
現場の教員の抵抗もあると思うんですが、やっぱそれを取り巻く環境もかなり厳しいので、まあ、そういうようなところをどういうふうにしていくかということがまあ大事かなと思っています。で、少しだけまあ、総合科目を置くことだけが4科目をやることの解決にならないんですが、やっぱり選択性を持っているということでかなり現場では意味があると思いますので、まあ、せっかく現場で教えているので、ちょっと私の方で少しお話をさせてください。で、去年実は4人地球科学関係、まあ、もちろん他にも選択可能なので必ずしもそこへ進むとは限りませんが、まあ、地球科学関係に進学した生徒は実は4名いまして、私が実は中3まで担任した学年なんですが、ちょっと3つぐらいアンケートをしてみたんですね。まあ、Facebook が便利な時代でちょっと質問するとすぐ返ってくるんですね。電話とか直接会うのはなかなか厳しいんですけど、彼はそういうものでコミュニケーションするとすぐ返ってくるんですね。なのですぐ返事をくれたのでちょっと紹介したいと思うんですが、例えばまあ、私がやってる地学部に来て、まあ、理系だった生徒で、彼はうちは僕家生全部やらすんですけれども、高3は科学と物理を勉強しながら科学を捨てて地学を独学して、地学と物理で実は、大学地学部に向かっています。で、彼は、まあ、地学部でのフィールドワークがやっぱり一つのきっかけだったと言っています。で、2番目の観点でいくと、まあ、地学に興味を持つ高校生の数は自分は、まあ、抑えられているような気がしていると。で、やっぱりそういう機会っていうのがないことが、まあ、そういうことにつながっているんじゃないかというふうに言ってます。あと3つ目のことに関しては、まあ、生物や地学に対する関心を持てないとか、地学のように生活に密接に関わることを学べないということでは、やっぱり、正しくないんじゃないかというような意見をくれました。この子は、地学部ではなくて昔担任をしたことのある生徒で、理系進んだ生徒です。で、一番に書いてますけど、非常にもともと興味があって、まあ、中学でうちは地学の勉強を一通りしますので、まあ、それを受けてある程度他の地学分野にも興味を持って、最終的にはこの子は地球科学科に、進学をしました。で、もし2番ですけれども、まあ、地学も履修できる環境であった方が今思えばよかった。うちの理系は地学に実は選択できないんですね。なので、彼は理系に行ったので、まあ、独学もちょっと厳しいということで物理科学で、まあ、受験したんですけれども、やっぱりそういうふうな形で地学も履修できればよかったなというふうに彼は思っています。まあ、後半はそれをバネにしてっていう話があるので、まあ、これもできれいな話ですけれども。で、3番目なんですけれども、まあ、物理と科学は非常に重要だということは、まあ、間違いないんだけれども、そこをやっぱり、4科目バランスよくやった方が、まあ、良かったんじゃないかというような、まあ、意見をくれました。特に、まあ、生物物化選択で受験をすると、まあ、地学と生物はやらないんですね。なので生物は高2で一応理系で必修なんですが、まあ、多分軽視していたんだと思いますね。だけど、まあ、大学に行って勉強してみて面白さが分かって、まあ、自分の可能性っていうのをやっぱり狭くするのかなと、ここで勉強しておきましたかなと彼は思っているんですね。あと彼は、地学部に行った子で、まあ、理系で彼も理学部の地球科学科に行きました。彼は地図を見るのがほとんど好きだったということなんですけど、浦安に住んでいて、液状化に自治体被害になってるんですね。まあ、それから実は地球科学に興味を持ったということなんですね。だからきっかけは実は地学とか生物がいっぱい周りに転がっているわけです。で、彼は2番3番をまとめて返事をくれていて、まあ、やっぱり物理科学だけというのはおかしいと思っていると。で、過去でもしかしたらこんなことを言う方が変なのかもしれないなって書いてる僕はここがすごく気になったんですけど、こういう意識なんですね。生徒はこんなことを思うのは恥ずかしい、多分マイノリティだっていうことを自分でも分かっていると。まあ、受験の科目のところから言ってもらうと、そうなんですね。物理科学選択しないならあなた欲しいんじゃないのって言われてもおかしくないような今高校の現場の状況にあると。で、まあ、彼は原子の構成要素は分かるのに、自分たちが今立っている地面の構成要素を知ろうとしないのはナンセンスだというふうに述べています。
まあ、これも同じようなことで、まあ、肩身の狭い思いを、まあ、しているんじゃないかなと、まあ、受験というのはかなりやっぱり一番進学校ですので、あの聞いてるなと思います。でこの子ちょっと異質で、あの違う方のセットではあるんですけど、文系に行っていて、で地理に進みました。地理学科に進みました。で、まあ、地理が好きなんですね。それで、まあ、今に関しては地学を勉強した人は一定数いるはずなのに、まあ、環境がないのはやっぱりおかしいと思うと答えていて、で3番なんですけれども、まあ地理地学っていうこれ受験においてはかなり差別的な扱いを受けてる科目で、なんでそんな選択するんですかっていう2つを実は興味を持っていたあの子なんですね。でこの子もやっぱりあの非常にあの大学入試できっと求められることと自分が興味を持ってやってることのその板挟みっていうのにきっと合ってきただろう、社会と理科と両方の境界で合ってきたんじゃないかなと思ってます。ということで、すみません、まあ、あの私の実感ですけれども、中高では、まあ、かなり多くの生徒が地学分野に実は興味を持っていて、まあ、下手したら物理、化学、生物と同等か、下手したらそれ以上ぐらいの興味を持ってます。うちはまあちょっと進学校で男子校だってこともあるかもしれませんが、でそれ以上に実は保護者が結構興味を持っていて、特にやっぱりあの自然災害というところでの関心が非常に高いです。だから面談で質問を持っていることもあれば、うちは保護者向けの教養講座があるんですけど、そういうような場面でも非常にあの大体希望者は多くなりますし、あの皆さん興味を持ってあの質問に来てくださいます。あと私そろそろあの同世代の人たちがあの子育て世代になっているので、よく子供が興味を持つんだけどって質問を受けるんです。なのでそういうようなところで、まあ、かなり実は興味を持つ人は多いんだけれども、まあ、それを受け入れるだけの体制ができていない。なんかあの近くはあまりこう人気がないよねっていうよう なんかそういうことがよく言われるんですが、まあ、そんなことはなくて、まあ、むしろ物理や科学よりも非常に興味を持ってもらいやすい、で一般の人たちにとっては非常に身近な科目だということなんですね。だからそういうあのところで答えていける環境が、まあ、やっぱり作れなきゃいけない。そういうところにおいて、その総合あの環境というのは一つ解決になるのかなと思っています。あと、受験については、まあ、平等にやるということなんでしょうけれども、結局選択科目によって、まあ、去年の違うから平均点低かったんですが、まあ、結局一生懸命頑張っても、平均点が低いがために、あ、違う子を選んで、残念だったっていう声が去年いっぱい聞きました。これは果たして平等なシステムなのかというのはとっても疑問に思います。19点いくつだったので特選環境ではやりません、うん、もうあまりにもあの6年間あの僕も指導してきて地学センターを受けさせたわけですけれども、あの絶句しちゃうんですね、大体卒業生と地学残念だったね、なんかそういうような形で結構選択することで彼らに与えている影響というのも大きいのかなと、そういうふうに思います。ちょっと余計な話を増やしてみませんでした。はい、はい、海洋研究開発機構の茂木耕作と申します。先ほど Facebook で友達選手で足していただきましたのでよろしくお願いします。そうですね、最後の学生さんからの、レスポンスっていうのはすごい、はい、興味深くて、で僕はそっちの方が本質かなと思っていてですね、例えば、本のなんていうんですかね、宣伝とかでよく見るんですけど、読者の声みたいなのがついてるんですよ。で読者がどういうふうに感動したかっていうのを見て僕は語りするんですけど、それに当たるんじゃないかなと思ってて、で違う子を実際に受けてみて自分はこう思ったっていう言葉の方が地学を特にまだ関心持ってない人が興味を最初に持つというきっかけとして、まあ、入り口としてはですね、あ、そうかというふうにはかなり思いやすいんじゃないかなと思ってですね。だからこういう声っていうのはそっちをむしろ例えばどうか叱るべき場所で出していくというのが、例えば最初宣伝という話になってましたけど、そういう意味ではこういう声をまず前面にバンと出していくというのは非常に大きいんじゃないかなと。で前半のそのトップダウン
じゃないですけど、まあ、要するに文科省に対してどういうふうな提言をするかみたいなのが前半の話だと思うんですけど、そういうところに関しても実は学生からはこういう要望があるんだっていう声の方、生の声の方が、あの、いや単純に重要ですっていうのはもう分かってると思うんですよね。だけど、まあ、しょうがないからごめんねっていう感じになっちゃってるんだと思うんですけど、でも現場で学生たちがこれほどの熱意で求めてるんですよ。でしかも、自分の地球のことを知らないのはナンセンスだみたいなことすごい鋭いことを言ってますよね。でそれはものすごい説得力だと思っていて、でそっちの方が僕は効くんじゃないかなっていうふうに最後に見てすごい感動したんですけど、でそういうところをどう広げるかっていうのは、例えば Facebook っていうのも一つのメディアだと思いますけど、今後大事なんじゃないかなというふうに思いました。ちょっと本当の本当のところとちょっとブレずに申し訳ないんですが、まあ、私は現場の教員なので、まあ、それは非常に思っていて、ただもうちょっと実はゆとりがあってゆっくり生徒と向き合える生徒と実は接する時間ができてるんですね。なのであればもっとできると思ってますし、個人的に考えているのはやっぱりこういう子たちと少しこうコミュニケーションを取りながら、彼らは実は何か発信していくようなことがあってもいいのかなと僕は思っているので、それはちょっと早さとはこのまま関係をうまく続けながらちょっといろいろ持ちかけていきたいなと思っています。彼らと一学期に興味を持った子たちなんですけれども、まあ、昨日僕保護者会ちょっとこの場に入れなかったんですが、昨日保護者会でお母さんから会場は理科地学は取れないんですかっていう質問を実は受けて、ちょっと独学でやってもらえれば我々も頑張って高校付き合いますっていう話をしたんですけど、なくなく、まあ、そういう声は彼らに限らず多いので、もう少しそういう声も広げればなと個人的には思います。前半部の話でビアと言われるそういうもので、一番最初の構成がですね、まあ、今の人間社会の中で科学がどう、関係しているかという、なんかそういったことをまず教えてという、役立っているかということだったと思うんですけど、それは多分本来は、確かにそうなんですけど、身近な、もう今の全てのこうことっていうのは、科学、今までのこう人類の英知を集めていろんなことをやってるわけなんですが、基本的に例えばそれぞれの分野、物理学だ物理学、化学だ化学とか、それぞれがこう人類のこう積み重ねてきた、基礎的な知識というか現象というか理論といいますか、それを、理解させた上でないと、そういったものをいくらしてもですね、まずもうこうやって役立ってるんですよ、役立つんだから、学問をするんだというようなイメージ付けをつけさせることにならないかなという。で、まあ、でも今大学もとにかく、どう役立ちます、それをやったらどう役立ちますかということでないとお金をもらえないとかですね、そういうのがあって、役に立つとかお金になるとか、だからこそ、そのサイエンスを学ぶんだということではなくて、結果としてそう学ぶことによって自分が役に立つというか、身を守る、人間としての、なんかそういったより高い生活ができてくるというような、基礎的なところをやはりまず抑えるということが、重要ではないかなと僕は気がするんですが、その辺のものなので、まあ、あんまりなんですけど、そういうご指摘は多分その通りだと思うんですが、ちょっと聞き量にならないかもしれません。個人的にはさあちょっと両方あるかなと、それぞれの受け取り方かなと僕は思いますけれども、きっと同じ教科書を読んでいても、そういうふうに受け取る人もいれば、こういう流れとか分かりやすい人もいるし、ちょっとそこのところは個人的には難しいと思っているんですが、でも今いただいたご意見をちょっと参考にして、その辺の議論したいと思います。ちょっと私から補足なんですけど、今のお話っていうのはむしろ私ちょっと最初の時に中学校の理科の教員へのそういうプロモーションというかそういうの情報提供が必要だって言った、結局今のお話の内容を中学校の理科の先生は多分半分ぐらい理解してない、で、そういう人たちに子供を教わるわけですから、分かるわけがない。
だからそれは教科書には書いていないので、そういったことを踏まえた上で授業をやっていれば、その言葉を話している内容 のいろんなところにですね、そのコンセプトが出てくるはずなんですけど、多分そういったことが伝わってないから、そのままずっと高校も来て、で大学も来て、ほんで皆さんがこうなんじゃこりゃというですね、そういう状態になるんだと思うんです。で世の中そういう具合になってる。ですからその何が大事でっていうと、こんなのがあったけど別にすぐ考えて利益につながらないからいいでしょうみたいなですね、そういう発想が生まれてくる背景っていうのはですね、そういったところにもある。あ、じゃあ、他によろしいですか。すいません。はい、じゃ あ次、根本さん。はい、あ、続きましてですね、